思います。はい、いった。どうもプテラタカシでーす。あ、どうも、生き方の黒子クロムです。なんて生きがい？なんつった今。生、ティナの福田に。痛い。はい。なんでナチュラルに殴ってくんの。はい、今回は、前回の続きからね、やっていきたいと思います。まあ、進めればいいかな。はい、今回目標、進める。息子を救いに行くために進める。で、なんかね、福田曰くあの岩が壊せるんじゃないかっていう話なんで、ちょっと僕ダイナマイト持ってるから。僕気づいちゃったんですよ。投げます。待てよ、投げるよ。プテラタカシのダイナマイト、もうちょい前でよくない？いや、ま、届く。えい、いいね。いいスローイング。あ、え、ダメ、何も変わらない。あ、開いたー。開いてる。待て。あ、ここが開いてた。怖い。オッケー。行くよ。怖い。え、待って。なに？あ、ラグ。ちゃっちゃいってんだもん。ラグ。なんかラグ。あ、来た。赤ちゃん来た。え、見えない。よし。倒した。あぶね。あ、待って。めっちゃ声する。いやー、聞こえするわ。どこだ？おお。あ、えい。上から来そう。おお、ナイスー。まだいるよね。まだ上から来る。クロム上から来るよ。あ、来た。上にいるのか。上にいる。あ、上にいるわ。あ、いる。あと2匹いる。待って、ここテントある。セーブできるのか。セーブしとこう。よっしゃ。OK、倒した。OK。セーブ入った。寝なくていいか。寝なくていいよ。セーブした。なんか上、登れますよ、これ。よーし。燃料って1個しか取れないのか。いやー、順調じゃん。いつになく順調だ。潜れます。怖いぐらいに。あ、登るとこある。あ、大丈夫かい、みんな来てるかい。ちょっと遅れてます。 OK です。いや、物語も佳境だな。佳境いいんだわ。なんかあのでっかい穴の下に行けば、だいたいクリアみたいなとこあるらしいから。あ、そうなんだ。いや、なんか息子方がそこの下に、いるんじゃない？ああ。あの穴の下に。よく12日間も生きてる。もう13日経っちゃってるよね。餌付けされてんじゃない？どうする？人間食ってたら、息子が。うわぁ。バッドエンドでなんかもう、食人化してたらきついね。ちょっときついわー、それ。いや、めっちゃ登るじゃん。え、せっかく下まで来たのに。せっかくある程度下まで来たのに、めっちゃ登るのか。確かに。え、すげえ登るじゃん、ここ。この紐とかって誰が作ったんでしょうね、これ。ね。いや、どうだろう、ね。あ、タカさん。タスク一覧に進行。いろいろ道具もあるしさ、なんか調査隊みたいのがいたんじゃない。ああ。タスク一覧に新項目が追加されました。ほんとだー。待って、これすげえ上高いな。わお。じゃあ、てっぺん行くまでしりとりしようぜ。いや、フォレストしりとり。いや、食人。ついた。マルタ。ついた。うん。終わった。地上来ちゃった。ね、外じゃん。じゃあ、ここに、穴の近くまで行けるっていう目印立てとくか。はい。で、みんな、カードキーは持ってないんだよね。カードキー持ってない。カードキーってのが必要らしいよ。カードキー。なんか、俺も拾ったと思ったんだけど、なんか見当たらないから、もう一回見に行く。ヘリコプターかな、それ。カードキー。カードキー知らん。で、カードキーの洞窟は、え？あ、しゃがむと近くで見れる地図を。すごい。知らなかった。え？敵いね。いるね。左の方だ。コンパス。南に向かって。あ、南。あ、いる。わあ、割といっぱいいる。
めちゃめちゃ走ってきてんだけど。西、南西に向かって進みましょう。南西、ほぼほぼ西でいい。やばい、追いかけてくる、助けて。めちゃめちゃ来た、めちゃめちゃ来た。え、めっちゃいっぱい来た。怖っ。逃げよ逃げよ。でも軍隊で来て、軍隊。見たかったな。怖っ。え、やばい。髪が足りねー。やべ、いって、めっちゃ効いた。え、やっぱ燃えてるよ。あいつら手になんかつけてる。やばいやばいやばい、逃げよう。やばい、これ強い。痛い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 。走って逃げ、走って逃げ、走って逃げ。水飲んだら回復するから、あの炭酸飲んでスタミナ回復していこう。あー痛い。頑張って、死んでるクロムが。ねえ、やるしかないかも。戦うしかない。マジで痛い。ほらほらほら、ボケ。一人、ナイスナイス。よいしょ、シーディオジ。よいしょよいしょよいしょ。体力多すぎ、体力多すぎ。クロムまだ大丈夫。はい、体力多すぎ。全然しないやん。あ、いや、倒した倒した。クロムさん、このゲームで何回死ぬんですか。向いてねえよ、このゲーム。このゲーム向いてない、向いてないな、ほんとに。ガチめに向いてないな。人狼くらい向いてないな。いや、人狼くらい、これはひどいな、それ。人狼くらい向いてないな。お前、クロムから人狼を取ったら何も残んねえよ。そうなの。いや、割と別にあんまりあんまり。クロム人狼にかけてないでしょ、全然。うわ、言いやがったこいつ。全然でしょ。いや、さすがにもう、さすがにもうちゃんとやれるよ。いや、でも昔からちゃんとやれてるけどね。お、追っかけてきすぎ、この野郎。クロム、オッケー、ナイス。大丈夫、ご飯は。いやー、倒すの時間かかる。ちょっとコモドドラゴン焼くわ。オッケーオッケー。で、僕はおじさん焼くわ。お腹すいた、お腹すいた。足で、骨が、足だけで十分なんだよ。おじさんの骨欲しいわ。骨いいよ。俺もちょっと骨がそろそろ欲しいかもな。随分防御がなくなっちゃったな。死ぬ。なんかすごい鳥いっぱい。へい。空中で、空中で撃つ。さすが。え、なんで拾えないのこれ。この肉。え、黒も俺のコモドドラゴン取れないよ。あ、腐ってるのか。いい、どうしよっかな。やめろお前。俺のコモド、コモドドラゴンって言いづら。コモドドラゴン。コモドドラゴン。コモドドラゴン、コモドドラゴン。ドラゴン、そんなに言いにくくないな。あぶーい。もう、拾えない、そういうボケ。もう、勝手に焼かれてくれ、ほんとに。はい、じゃあね。二つ目じゃなくて、なんか潜水艦のこの潜るやつと、ピッケルと、あとカードキーっていうのが重要なアイテムらしくて、なるほど。アピールしないで。アピールしないで。で、その、ちょ、こいつ顔が、福田のキャラ顔がめちゃくちゃ面白いから、なんかそのアピールがちょっと面白いな。で、そのカードキー、僕がね、ソロでもう一回入ってるんだけど、二人は持ってないから、はい、取りに行きたいと思います。なんか、クロム悟空みたいになってきた。やーば。悟空みたいな。いつの間にかそのキャラになってたの。あ、前死んだ時か。国になったかー。よし、行くか。行こう。はい。で、この中にカードキーがあるっぽい。なんか昔拾った気がするんだけどな、以前。でもなんか持ってないな。ピカッ。クロロットね。クロロット。ああ、ベジータ。あ、ここもできる。あ、ビデオ。あ、やっぱ来たことない。なんかカセットテープゲットしたの。メーガンの到着。セーブしよう。セーブしとくか。あれ来たことないんだな、多分。本当に。
やめたんだっけな。まあいいわ。セーブできない。ちょっと待って。セーブができない。いいよしなくて。辛辣だ。あ、奥もいける。こっちでもいけるけど。こっちでいいよ。そっち行く？うん。来た、やっぱ一回ソロで来たな。一回ソロで来たけどビビって電源切った可能性ある。うわーうわー、頭がいっぱいある。エナジーバー欲しい。うわあ、服、エナジーバー嬉しい。うわ、え、すごい、バスローブ着てるぞお前。嘘、どう、俺も着てる。あ、めっちゃいい。黒も着ようぜ。血まみれのバスローブ。黒もバスローブ着よう。バスローブここにあるよ。服、え、ない、後ろのこの箱の中に。お、血まみれのバスローブ。血まみれのバスローブだー。あれ、こっちなんもないじゃん。なんもないね。もうなんか嫌だな、バスローブのやつ下から見ると。見ないでー。やだー、やだー。わ、なんか、なんか嫌だな。いやでも、全然見れないわ。あ、ちょっと見れた。あ、見れちゃった。あ、見ちゃったよ。なんか、グロいな。グロいわ。え、でも普通にこいつズボン履いてるね。あ、そうなんだ。18品ゆえんだわ、これ。この頭蓋骨のロウソク。うわ、ちょ、何？頭蓋骨の洞窟。説明して。笑い声が聞こえますね。え、待って。3兄弟。3兄弟、ムカデ人間みたい。え、待って。あ、さすがにロープ登ってこないよな。ビビったー。ここにダイナマイト投げればいいんじゃないか。ね。ダイナマイトもったいなくね？ダイナマイト、確かに。ダイナマイトなんかないかな。火炎瓶でいいわ、火炎瓶で。そっか、火炎瓶か。それ。ナイス。かわいそう。貴族の遊びじゃん。それ火炎瓶じゃなくね？あ、待って、やば。服だー。やば。火炎瓶じゃなくね？あ、待って、やば。服だー。やばー。生きてる。なんで生きてんだよ、逆に。降りるかしら。え、素早くあれだよ、壁に。ベクトル変えた。壁の方を向くと、そう、壁の方を向くと体力があんまり削られない。どこ行った？結構、死んだ？結構殺したけど、多分。死んでる。海面強力だから。お前はもう死んでいる。焼く？焼いて骨にする？は。刀ってやばっ。おい。刀強化できんだな。え、嘘。あ、有毒？ねえ、クロムさん、もういいってそのボケは。なんか同じボケするの。前ボケじゃないからな、別に。来たよな。あれ、なんかさ、さっき分岐があるって言ったとこあったじゃん。あったあった、そこかな。あっち間違えちゃったかも。いいよ、こっちでとか。そっちから来たんじゃないの？違ったっけ？全然違うと思う。違うか。やっと。板壊していくとこっすよ。あ、そう。そっちかーい。板壊していく方が正解だわ。え？なんかすごいアートみたいになってる。現代アート。現代アート。ワンパンマンネタな、ワンパンマンネタなんだけどな。服どうなったの？これ。ああ、まあ別に印象はない。ああ、つまんなくなってしまったか。印象。バスローブから。でもバスローブ。ね、ここさ、ここ破壊できそうじゃない？本当だ。どこ？ここのか、本当だ。え、こういうのってこれ壊せるやつなのかな？全部。やってみるかな。はい。着火。着火。ドン。ドガーン。おーい。誰だよ、あれ壊せるって言ったやつ。おーい。マジで？見た目壊せそうだよな。見た目は全然壊れそう。
同じだもんだって。何を持って壊せるのか分かれる。今まで壊してきたやつと同じだもんね。マップか、マップを見て判断しなきゃいけないのか。あ、そういうことか。あれやっぱ音聞こえるよね、あのガオーの。幻聴幻聴いるじゃん、バリバリじゃん。バリバリじゃん、バリバリだ。うわあ、いや増した増した増した、いるいるいる。しかも早っ、はい、これ早いみたいな。あれどこ行った。しかも赤ちゃんいっぱいいるぞ、ほら奥に。あそこダイナマイトじゃない、赤ちゃんの方。いやーちょっともう1本しかねえから。あれどこ行った、あいつ。え、火炎瓶ってどうやって作るんでしたっけ。下にいる。酒と、あ、こっち酒と布、布。こっち気づいてんだな、ちょっといっぱい作るわ。こっち気づいてるから寄ってきてんのか。とりあえず赤ちゃん、赤ちゃん焼くか。赤ちゃん焼いた。焼けてる焼けてる。いや、肝心のあいつが。もう行くか。オッケー、いっぱい作った。待って、俺も投げるわ、もうちょっと。赤ちゃんだけ処理しといて、で、奥行って、弓矢でパスパスどうかな、俺。ナイス。ナイス。これ全処理でしょ、赤ちゃん。あとはこの手前だな。もう行くしかないか。頑張ろう、覚悟決めて。え、落とされた今。燃やしてないよ、燃えてね。あ、俺燃やした。マジか。今のはボキとかじゃなく落とされた普通に。え、誰押したの今。来て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 。行くわ。待って、まだ赤ちゃん来た。誰押したのクロム。いや俺押してないもん。押したくだり知らないよ。俺クラさんじゃん。待って、クロムが死んでるおかげでずっとクロムにヘイト向いてるわ。これ作戦、作戦もしかしてクロム。これ違う。待って、まだ生きてる、大丈夫。やばい、半分半分半分。オッケーオッケーオッケー。待って、死ぬ死ぬ死ぬ、やば、逃げて逃げて逃げて、やばい、死ぬ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 。オッケーオッケー、やったやったやった、助ける助ける、倒した倒した、オッケーオッケーオッケー、オッケー。クロム生きろ、ナイス。いや、クロムの作戦がこれ功を奏したわ。素晴らしい。ずっと火炎瓶投げれたし、やっぱ作詞だな。作詞だぜ。死体いっぱいあるんだが。剥ぎ取った、やった、ピンクになった防御が。これ普通の人間じゃね？違う？うん、普通の人間かもね。普通の人間だね。あれ？これ行き止まり？これなんかある、ビデオカメラ。おお。あ、ビデオカメラすげえ。しかも HD じゃん。 HD 太陽じゃん。ビデオテープを探して閲覧しよう。ビデオテープあるね、持ってるよ。結合できた、できた装備。R サイズ見れる見れる見れるね。あ、待って、飛行なんか女の子、ね、女の子、なんか怖くない顔。はい、終わり、終わった終わった。もう一本見るか。もう一本持ってる、ね、多分もう一本の方見てる。なんだこれ。おじさん、おじさん、なんかあれゲート開かなかったっけ、このなんか門みたいな。すごい、じゃあちっちゃいな。でもあ、いたいたいた。やっぱなんか研究でヤバい奴らを、なんか、え、これあれじゃん、目覚めさせてしまったんじゃない。これあれじゃん、今のあれじゃない、アイアンメイデンじゃない、あの拷問器具の、はい、ちょっと見えるわ。え、普通にそうじゃなかった、違う。あれ、まだまだある、まだある。あ、カードキーあった、カードキー。これか、オッケー、取った取った取った、やったやった、オッケーオッケー。というわけでね、このカードキーと、もういけ、これクリアだろ、もうこれ。どこカードキー。え、なんかこの軍勢の一人が持ってない、軍勢の一人が。この人、この人、この人、多分。あ、この手、この手。取ったんじゃねえ、もう。バックの羽の右にあるよ。羽？
弓矢のとこ、弓矢のとこ。キーカード。カセット。あ、あったあったあった、キーカードあった。持ってた？持ってました。オッケー。じゃあ帰ろう。帰ろう。え、これもうクリアじゃない？クリアじゃん。クリアか。クリアだ。多分なんか、本編がクリアで、多分なんか、あとはなんかタスククリアしようみたいな。なるほど。暗い。え、そのライトまずずる。なんでそんなバッテリーあんの？ね、乾電池を拾って結合したら。乾電池持ってんのかな俺。乾電池拾ってないわ。持ってないな。いやいや、なかなかかっこいいわ。その照らす男は。テラスハウス。テラスハウス苦手だわ。わかるー。なんかああいうのを見てるとちょっと、いや、テラスハウス好きな人には本当申し訳ないけど、なんかね、陰キャにはついていけない世界だよな。ああいうキラキラしたら苦手なタイプの人だ。いやいや、キラキラしてる、あの人たちは別に苦手じゃないんだけど、なんかね、雰囲気がちょっとね。あの、もっとドキドキしとけばいいのよ。いや、なんだよ。するか？いや、見ようとも思わないけど。いや、ディスってるわけじゃないの、ほんとなんか、ちょっと世界違うなって思うな。陰キャ同士の男女がエーペックスやりながら恋を見る、そっちの方がいいわぐらいだったら俺もマジでドキドキするわ。どこの人の仕事だよ。いや、マジであるだろ。普通にドン引くよ、みんな。でもなんか、でもそういうの取り上げられる場合ってさ、そういうのがね、俺のスピットファイヤー受け取ってくんねえか。大体可愛いよな、みんなな。いやじゃん、大体 FPS やってること悪口言うてる。あ、待って、あ、いいわ。体力俺もう全然ないんだけど。すっからかんやね。すっからかん。よし。じゃあ、ちょっと今のままじゃまだ今回全然何もやってない。カード処理、カードキー取っただけだから。うん。あの、下降りる方法探すか。とりあえず、ね、穴行ってみる。行こう。あら、ねえ、ドアを開けて、心配してるの、どうして、会いたいわ、そばにいれば支え合える、二人でね。ちょっと多分ディスコでラグがあるから一緒に歌えないよな。よし、で、こっからが大事だ。この穴に入んないといけないんだよ。いよいよ降りるわけですね。おお、おお、来た。おらおらおら。おら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 。高橋が戦ってる間に。ずいぶん体力あるな、こいつら。ね。やったやった。ナイス。で、はい。じゃあ、大穴に着いたんで、はい。ここからね、落下する方法を探っていきたいと思います。このね、大穴に入って、下にある、なんかね、ちょっと、もうちょっと全貌を見たいな。まだ大丈夫かな？まだ怖いな。これ怖いな。さっきセーブしたから、ね。大丈夫かなこれ。怖い。腰まで埋まってっけど。あ、やばい、怖い。岩に埋まってっけど。大丈夫これ。もうちょっと下見たいんだよな。あ、真ん中のさ、真ん中に穴があるじゃん。ああ。この、わかる？あそこに入れたら OK だ。OK みたい。どういうこと？あそこに入るのが目的らしい。え、だから、ジップラインをこっから、あの先まで繋いで、で、どうやってやんの？ものづくりみたいなのできるの？ジップライン、あるでしょ？このサバイバルブックに。ありますよ。鹿バグってる。あとは支柱のジップライン、木のジップライン。
これでいいか。どこに設置するのがいいんだろう。一番半径が、じゃあ、で、楕円っぽい、これ、ちょ、丸、まん丸か。あ、そういう感じか。木のジップ、支柱のジップライン。対角。対角線に設置すればいいんだ。で、あの穴に落ちればいいらしい。無理じゃね？無理じゃね？そんな全然届かないんだけど。いやいやいや、全然移動すればいいんじゃないの？いや、下まで届かない。全然。え、どういうこと？いや、穴の底にだって設置しようするんだよね。違う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 。あ、違うの？そういくんじゃないよ。あの、対角線に設置してジップラインで真ん中から飛び降りるんだよ。あー、むずっ。え、普通に3人成功すんのかなこれ。え、じゃあさ、一回さ、対角線行ってみるわ。ここでさ、拠点作ってさ、まあセーブしつつさ、周りから降りれる、降りようとする組とさ、あれで分けるか。うん、あれもしかしてジップラインやってる？今やってるよ。あ、俺もやってるわ。あ、敵いる。ここ落ちたらマジで笑えねえな。あ、もうちょっとか。あ、来た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 、できたできたできた。あ、ちょっと待って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 、痛い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 。ガイドマップ見てるときに攻撃しないでやめて、死んじゃう。本当に合ってんのか？本当に対角線上かそれ。できたできた、うん。助けて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 、死んじゃう死んじゃう。助けてって言ってる。無理無理無理、死ぬ死ぬ。え、盾作った？設計図作ったよ。いや無理無理無理、追いかけてこないでやめて。見えない。あれ、消えちゃった。ごめんなさい、消えました。痛い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 、やばい、無理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 。あ、あれできた？あ、作った作った。これ大体合ってる？丸太10分と縄13本。え、合ってるか分かんない。俺は下見ながら作ったから。敵の数多すぎるマジで。まあいけるっしょ。痛い痛い痛い、やだやだ、無理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 。逃げて逃げてよ。スタミナ性うぜえ。ここに来てるスタミナ性がうざすぎるマジで。向かうわ。いやいや、逃げ切れたのこれは。あ、大丈夫だったっぽいっすわ。あ、来てるね、一応。なんか火の棒持ってやがるこいつ。一回拠点作ろう。じゃあクロムさんか福田さん、一回ちょっと寝るとこ作ってもらっていいですか？俺戦ってるわ。了解っす。何？寝るとこ作ってほしい。ああ、はい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 。避難所で大丈夫ですか？避難所でいいよ。小屋？はい。ちょっと枝と葉っぱ福田さん持ったりしないですか？あ、あるある。オッケー、一回寝よう。セーブ。これ寝たら丸太なくなるとかないよね？大丈夫大丈夫。ナイスナイス、睡眠。あれ、え、夜やば、周りにいるんだけど。え、もう一回寝た方がいいんじゃないですかこれ。寝れてなくなった。いや、寝れない寝れない。違う、多分まだ少し知らんでたから深い夜になっちゃったんだ。え、寝れる寝れる。あ、寝れるわ。寝れてないんだ。寝れる寝れる。え、寝れたかがない。え、何やば、何これ。怖い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 。寝れない。あ、分かった、敵が近いと寝れないとかあるんじゃない？なことある？だって普通無理じゃない？てか寝れない。セーブだけしとこ。待って、火炎瓶投げてきたんだけど。え、知能持ちすぎじゃない急に。いた、やばい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 、だいぶ強い。もう一人やった。やべ、あいつの攻撃で燃える。
そう、強くなってんな。オッケーオッケー。寝よ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 。それとももう終盤だから寝させない。いや、敵がいるわ。オッケー。オッケー。光、ちょっと表示、表示、明るさ、明るさマックスにしようかな。明るさマックスにすると夜でも全然見えるよ。あ、本当だ。ナイス。やっぱ近かったからだ。あ、そういうことなんだ。うー。いいね、朝は。朝はいいわ。いっぱい木切っといたから。対角線大丈夫これ。あ、セーブすればよかったね、せっかくだから。ちょっと確認するわ、対角線。いや、でも平気そうじゃない？まあ、なんかジャンプの角度とかでうまくいけるか。うん、これ協力してほしい。え、セーブしよう。なんかさ、どれ、あ、これ避難所。あー、あと3本。あ、ちょうど持ってるわ。いって。え、嘘。オッケー。16日目。え、なんかさ、丸太つけれないんだけど。なんで？つけてもゼロ。ゼロになっちゃうよね。なんで？反対側なんじゃない？あ、もうついて、あ、いいんじゃないの？マックスじゃん。俺の画面ではもうマックスだよ。あ、なるほど。バグってんのかしら。バグってんのか。あとロープ？ロープ足りそう。え、じゃあ向こう側ってことですかね。いや、いけたいけた。あ、できた。本当だ。あ、もういけるわ。ちょっと待って、セーブして。みんなセーブした、セーブした、セーブしたかい。クロムも、クロムも一回セーブしとこう。セーブはタダだからな。先陣切っていいっすか、じゃあ。いや、ちょっとじゃあ今回のパートはこれで終わろうか。あー、なるほどね。うん、ここまで来たし。はい、じゃあね、今回はこれで終わりたいと思います。次回初の大穴ダイブ頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さん、ついに最終回か。ついに最終回か。はい、バイバーイ。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。このチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してます。サブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。ではまた。